さあ、皆さん、風邪気味のノッツォでございます。ということで、今回もですね、ポケモンレンジャーやっていきたいなというふうに思います。前回は、ゴーゴー団のアジトに行って、侵入して、アジトぶっ壊すみたいな。アジトをぶっ壊す。まあ、俺が意図的に壊したわけじゃなくて、ゴーゴー4兄弟を追い詰めて、長男である、ヤライだっけ?ヤライが、自爆ボタンを押して爆発したっていうね。で、そこにハヤテがいたんですけども、ハヤテは、そう、施設にいるポケモンたちを助けてから逃げるみたいな風に言って、どうなったのかな、みたいな話でございます。いや、うちのリーダーめっちゃかっこいいなってそう思いましたね。ということで、今回どう何をやってくんだ?ビオレ神殿にいるはずのラゴーの野望を阻止すること、それがあなたたちへの今回のミッションです。私からはもう何もアドバイスはないよ。笑顔で送り出すだけさ。無事を祈っています。帰ってきたらお話聞かせてください。ハヤテさんは心配いらないよ。とみんな言うんでね、口揃えてね。大丈夫だと思うんですけども。神殿でどっちに行くんだこれ。どうやって行くんだこれ。どこなんですかこれ。この先でいいのか?わかんねえ、神殿が。神殿がわからぬ。あ、カビゴン寝てたのに起きてるな、これ。あ、こっちでいいのかな。前回カビゴンここにいたんですよね。で、この先だ。なんでカビゴンいなくなってんのか謎だけど、毎回そうだか。カビゴン、急にいなくなるもんな。やべ、鼻ムズムズしてきた。くしゃみ出そう。ということをお伝えしておきます。違うな。どこ?やべ、この、うわ、カビゴン寝てる。こう、カビゴン寝床だったのかい。いや、これお前入んないんじゃないか、この大きさ。どう入ったの?え?え、マジどうすんだこれ。ちょ、待て。めっちゃ落ちてくるやん。アジトはなくなったけどもって話か。あー、そっか、ここ開い、あー、なるほどね。開いてる。開いてるんだ。ラゴル野望を何とでも止めてみせよう。あ、ちょっとここをやってみよっか。ちょっと待って。ちょっと待てな。いって。やっぱこれゴローニに当たると、ダメージっていうか、吹き飛ばされるんだ。ああ、これ。この岩砕きも気になっとったよね。ちょっとゴローニは持ってきたからやってみよっか。なんかポケモンいるんちゃうかな。まあ、どうせ図鑑全部埋めようと思ってるから、捕まえてないポケモン、まあ、捕まえられるなら捕まえていこうっていう。あ!ガルーラだ!へぇ。野生のガルーラ来た。なんぼ、やべ。あ、子供が、お腹が出てきた。あ、めっちゃ簡単だわ。読んで。ガルーラ来た。ポケットの中ずっと入ってるわけじゃねえんだ。口から出す光線はどんなものでも吹き飛ばすと飛ぶほどの威力。さあ戻ってきたぞ。ガルーダーゲットしてね。ここはゴローニャでやってもらうか。同じところのゴローニャ捕まえて。で、この後になんか鶴みたいなの出てくるんですよね。で、これでニョロゾで開けてこう鶴を伸ばしてもらって、ちょっと寄り道がすごいんですけど、気になるんだよね。前回からちょっと気になってはいたんで。これラフレシアもマジで気になるんだけど。あれ?これ粒って水じゃなかったっけ?なんとかしてくれ。火星これ3つなんだよね。水。おい。これでニョロゾが水をあげると、なんか知らんけど、これ育ちが良すぎるから、ニョキと伸びるわけよ。で、この先にもなんか壊さないといけない場所があるみたいなんで、一応ゴローニャ捕まえてきたんですけど、まあ、ガルーラいるから壊せるよね。あ、そうだね。ガルーラ。ガルーラに力を借りよっか。
ああ、子供は後ろに下がって。ありがとう、ガルーラ。こんなに苦労していく場所だから何がいるんだ、一体。え、ゴースト？ゴース？何これ？溶かさねえといけねえの。あかん、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 かん。何してくれてんの、お前。うちの、うちの、うちの、お前、うちの大天狗、お前、さらうって、お前、言いときよしょんな。ゴース、ここにもいるんだよ。なんか、ゲンがいそうだね。ゴースがいるってことは。ゴースか、ゴースがいる。ゴースとかゲンガがいるんじゃないか。こんなに苦労したのに、でも無理なんだよな。なんだ、くっそ。炎の3のやつは、わからんどこにいるか。いたかな？わからん。もう行こうか、死んで。こんなに苦労したのに、無駄足だったとは。まあいいや。それも、これも経験よな。ゴース捕まえた意味ねえっていう。フィオレ神殿、ミッション10。ノッツォ、いよいよだね。いよいよか。ここまで追ってくるなんてお前らほんとしつこい。いい子だからその情熱は、恋とか勉強とかゲームとかにぶつけてくださいね。はい、扉閉まりまーす。閉めんなよ。待ちなさい、ゴーゴー団。こりゃアジートこの辺にあるんだから、神殿でなんかいかがわしいことしてんだろうね。どっから行くのやらという話なんですけども、後ろについてくるプラスと前なんかわいいなぁ。あれマジどうすんだこれ。どうすんのこれ。炎の扉って書いてある。ポケモンの強力な炎によって開くとされている大昔の扉。ねえ見て、この扉、炎の印が書いてある。グループ、炎のポケモンを連れてこないといけないのかしら。そんなのいたか？でも、この辺りにポケモンいないし、戻るしかないってこと？うわぁ、リザードンだ。ノッツォ、このリザードンって、ジャングルの遺跡にいたあのリザードンじゃない？まさかお前、うわ、破壊してくれんの？なんか感動的な物語になっちゃってる。恩を忘れないポケモンなんだな。ありがとうな、リザードン。俺たちはね、苦しんでるポケモンを助けるのが仕事だからさ。でも感謝してさ、なんだろう、恩返しし、しに来てくれんのはちょっと感動だね。リザードン、ありがとう。ノッツォへの恩返しなのね。ありがとうな、リザードン。お前のおかげで俺は成長できるぜ。どうしよっか。神殿なんかややこかったような気がすんなぁ。ゴローニャいるわ。ゴローニャいるってことゴローニャちょっと捕まえた方がいいか。オッケー。またゴローニャか。この辺ゴローニャやばいな。ゴローニャの隅か。いやさ、わかんないじゃん、どうなるかが。だから、まあ、捕まえられるポケモン捕まえて、アシストできるようにしといた方がいいと思うんだよね。正面いけないよね。うわ、ドンハンいる。ちょっと捕まえてえな。ドンハン捕まえたことある、あるわ。あるわ。キャプチャーチャレンジであるわ。あ、ドンハンだ。普通にドンハンいるな。まあ、久しぶりのドンハンだから捕まえるか。キャプチャーチャレンジで結構めんどかったイメージあるよ、こいつ。そんなことなかったわ。あの頃よりもやっぱ俺のキャプチャーセンスというかキャプチャーの、あの腕前上がってっから、舐めてもらっちゃいけねえよ、お前。何これ。なんだこいつ。あ、プテラか。プテラちょっと仲間にしたくねえか。あ、来た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 。こいつ4なんだよね。なんか前回捕まえたんすよ。そんなに、2か。ちょ、見えないよ、お前。ゲージに隠れて見えないんだって、お前。いや、いける、いけないぞ。プテラは何をしてくれるんだ、こいつ。まあいいや、なんか強力なポケモンたちがいっぱいいるな。
やっぱ進化前は可愛いってなるけど、進化系見るとやっぱ、激アツみたいな感じ。ちょっと待って、シャワーズが普通にいるんですけど。ちょ、EV 見たことねえのにな、俺。あれ、EV って見たことあるっけ？ちょ、シャワーズ捕まえたいっすね。シャワーズ捕まえてーよなぁ。ドーハンもあれかな。ここではもう主流なポケモンなのかな。よう見るね。あ、またプテラいる。反対側にもプテラいたけど。うわぁ、だだだだーん。また多様なね、ポケモンたちを捕まえとけば、どんなポケモンが来ようと大丈夫なんじゃないかっていう。あ、待て、サンダースもいるぞ。サンダースもいるね。捕まえたいね。行き止まりなんすよね。あー、このなんかジャンプする、これなんかやらないといけないよ。こういうことか。こういうことなんじゃねえか。あ、あ、あ、なんかこういうことっぽいぞ。いってぇ、引き殺された。いや、違う、違うな。ちょっと待って、わかんねえ。あ、ここでいいのか？あ！うわわわわ、ここでいい感じっぽいぞ。あ、待て、こいつらはいいとして。シャワーズこっち、下だったよね、シャワーズって。あ、いた。捕まえさせてもらうぜ。野生のシャワーズだ。え、ちょ、もう逃げんの早くね？ちょっと待って。もう速急にこれマイナン使って。なるほど、なんか、ちょっと。レアな感じなんだな。オッケー。オッケー。気持ち早めに話しちゃうからさ、残り1とかで、残した状態で、こうやっちゃうから、もう思いっきり回した、今回は。ギョレ神殿で謎を握っている虹色の光線で攻撃をする。何？このブイズは、別に意味なくいるわけじゃなくて、ちゃんと意味あっているのか。それは一体何なんだ？あー、なんかあったっけ、これ。また扉？今度は何をどうすればいい、どうすれば開くのかしら。シャワーズたち並べるってこと？この石碑文字が刻まれているわ。聖なる題材に正しきポケモン置かれし時、道は開かれる。扉を開けるためのヒントかしら。ああ、そうっぽいな。びっくりした。石碑に書いてあった聖なる台座ってもしかしてそれのこと？炎の力身にまとい4本足の赤きポケモン。電気の力身にまとい、4本足の黄色いポケモン。今度ってことは水ポケモンか、これ。水の力を身にまとい4本足の青きポケモン。シャワーズを台座の上に乗せますか？おお、何かに導かれるように自分から台座の上に。ノッツォの推理は正しかったみたいね。さあ、残りあと2つよ。ゴゴダもこれやったってことなのかな。つまりはそういうことよね。サンダースはいるけど、ブースターどこにいるんだ。ちょっと、早そうとか早いんだろうな。待て。これ虫で足止めた方が良くねえか。いや、岩のがいいのか。いや、地面が効果抜群なんやんな。地面が効果抜群だから、足を止める。来た。これで、あそこの台座にサンダースを置くと。ギョレ神殿の謎を握ってる雷を放って攻撃する。ま、これはいいとして、ブースターはどこにいる？ブースターの居場所がわからんね。ちょ、見かけなかったんだよな、ブースター。まあ、とりあえず置くか。サンダース。この2体を置いたらブースター現れるみたいな。いや、現れねえな。どこにいるんだよ、じゃあ。どこにいるんだよ、奴は。ん？なんかジュプトリーいるな。あー、ジュプトルのいるところになんかいそうな気もすんね。つまりは？なんかそっち側にいるのか。あー、なんかいそうな。なんか見つけたぞ。どうやって行くんや、それ。
ジュプトルか。引っかいてくんのやめてね。だから、こっち側ってことか。あー、来たかもしんない。あ、来た。うわ、マルノーム、うわ、チャーレム、なんかいろんなポケモンたちがいるぞ。この先に。うわ、あ、待て待て、ゲンが普通にいる。なんか可愛いな。ちっちゃえ。うわ、分身。分身フェイント。そういう分身とかいう小細工してくんだ。へぇ。もうわかんねえ。来たー。ちょ、待て。いけたのに、分身されてもいけそうだったのに。オッケー。じゃあ、俺がいけなかった、氷を溶かした先に何が待ってるんだ。仲間のポケモンをさらうので、注意、分身してこちらの邪魔をしてくる。こいつもさらう系かい。あ、やべ。この野郎、ゴローニャさらおうとしやがって。許さねえぞ。明らかにこいつはキャプチャーしといた方がいいポケモンだな。分身のくせに当たり判定あんのやばいな。まあいいや、捕まえる。俺が。いやだからさ、これブースターを付け替えた時にブースターを触られるとブースターさらわれちゃうから、これ持っといた方がいいわ。もうちょっと顔面、あれでもブラッキーとかに、なんかすごいのいる。ブイズがいっぱい。ブイズがいっぱいです。ちょ待って、なんか、VU のコントローラーおかしい。待って、こいつ、闇からずみたいなことしてきやがった。もう電気でビリビリにするしかねえかも。電気ビリビリって感じで。オッケー。ブラッキーも、いや、闇カラスじゃん、それ。闇カラスで見た、それ。どうしよう。悪タイプにエスパー無効だからな。これ、鬼ゴリいなかったら余裕でいけんぞ。ちょ、鬼ゴリどっか行けよ、お前。お前、お呼びじゃねえんだよ。あ、よし。都合がいい。都合が良すぎる。それでいいのだ。ああ、これ、アリアドスの、糸でもいいのか、虫タイプ効果抜群だもんな。なんか、でもなんか、ブラッキーとかエイフィーが普通、こんな感じで出てくるの、なんかちょっとこれ悲しいな。赤く光る額から光線を出して攻撃してくる。非常に動きが素早い上に視界を悪くするのでキャプチャーしにくい。まあ、それほどでもだけどな、お前。そんな視界悪くねえけどな、そんなに。言うほど視界悪くねえから、お前。よっしゃ、来いや。まあ、ブースターやばそうだから、これはプテラ引こうか。どうしよう。まあ、ここは岩で行くか。うわっ、とんでもねえ。よし、この間に、キャプチャーしまくんぞ。オッケー。V 図でも多いね、なんか。12回転とか。フィオレ神殿の謎を握っている炎を吐きながら攻撃する。さあ、こいつを備えようか。なんかめっちゃ近いとこにあったな。よく探さよかったわ。ブースターだけなんであんな、なんか、仰々しい場所にいたんだろう。サンダーズとかシャワーズとか、その辺にいたのに。この V 図の力で。なんかさ、せっかくならさ、ブラッキーとかもエイフィーとかも備える感じでよかったのにな。聖なる台座に正しきポケモン置かれし時、道は開かれる。ノッツを行くわよ。なんかあれだ、ルギア爆弾みたいな。ルギア爆弾みたいな、祠になんかこのビー玉みたいに入れるやつあるじゃん。なんかあんな感じ思い出すわ。ちょっと違うかもしんないけど。セーブしましょっか。おー、神殿すごい。うわー、この感じ。地図見ると、55弾が待ち構えてる感じすんな。うわ、カメックスもいるぞ。でもカメックスは見たことねえな。不思議バナとリザードンは、見たことあるけど。そういえば、会ったことなかったな。うわ、まっすぐま。
やばそう。ポケモンの気持ち、ポケモンの気持ちって、レンジャーよく言うけれど、俺に言わせりゃポケモンの気持ちなんて3種類しかないと思うな。腹減ったと腹いっぱいとあと一つは、怒りだ。まっすぐ、まあ、ジグザグマでもめっちゃ速かったからな。めっちゃ速えじゃん、お前。足止めないと、話になんねえな。まあ、2体は、いや、もう最悪じゃん。この一回だ、どっかに当たってやるのちょっと勘弁してほしいわ。じゃあ、この虫で足止めるか。いや、ちょちょちょ。ちょ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 、ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。こんだけいると、きつい。あーこれ。暗闇のがいいか。関係ないんだ。向こうだ。向こうか？まあ、ノーマルタイプに、あ、無理か。無理か。ノーマルタイプに無理か。いやー、じゃあ、使い損じゃんじゃん。これ、待て。これ、エイフィで浮かした方がいいかじゃん。すげえ持ってねえことしてんじゃん、もう。オッケー。あと一匹ならなんとかなりそう。あと一匹はもう、前なんで。全力で行く。こんなところで足止めされてる場合じゃねえんだ、俺は。オッケー。まっすぐ馬は初めてっすね。このうちスタイラのレベルも上がりそうだしな。素早く動くがまっすぐしか進めない。止まった時は方向を変える時だ。ジグザグ馬はジグザグに動くけど、まっすぐ馬はまっすぐしか動けなくなるんだ。負けた俺が言うことじゃないが、お前とポケモンは気持ちが通い合っている。そんな気がしたよ。いいやつになれよ、お前。いや、これポケモンどうしよっかな。うわ、あ、金銀第2世代の2番目だ。ゴーゴン団の隠れ星、それがこの俺なんだ。本当なら今頃ゴーゴン団の幹部になってるはずの男を、その実力見せてやる。いや、未だに幹部になってないっつうのはそういうことなんじゃねえのか、お前。つまりは、そういうこと。ベイリーフは初めてっすね。切れ味のいい音すんな。切れ味のいい音してますけどね。ちょっと、これも。銃、えぐいな。いや、草に対しての回答がないんだよね。まあ、これ、闇闇にするか。悪ってなんだっけ？もう、こうやって、みんなを、くるめるしかねえか。こうやってくるめるしかない。めっちゃ、この闇闇にくるんで、身動き取れなくして、キャプチャーする。オッケーオッケー。一体サイになってくれたら、一体になってくれたら、オッケー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 。え、いけたと思ったのに。オッケー。この時間でベイリーフもあれする、あれする。スタイラのあれがやばいけど、そんな気にすんな。いつかレベルアップする、いつかレベルアップするが気にすんな。全身を使って葉っぱを放つ、その威力で鉄の柵を真っ二つ。来た来た来た。ちょっと待ってよ。関係ないお前に愚痴って言ってもいいか。結局のところ、ボスは自分の子供だけが可愛いのさ。ボスと血がつながっていない限り、出世は頭打ち。ああ、嫌になっちゃったよ。それが分かっていながらも、なぜお前は従う。なんでバッシャーモードカメックスなんこれ。あなたたち噂は聞いているけど、まさかここまで来れるとは正直思わなかったわ。根性だけは褒めてあげる。諦めない気持ち、大人になっても忘れないで。最も諦めた方がいい場合もあるってことを、今から教えてあげるけどね。女下っ端の色違いか、こいつ。カメックスは確かにね、捕まえたことなかったけどね。カメックスだけ専念しよっか。あ、もう一
回当たるからさ、それも。どうするよ、これ。なんとかなる？オッケー、なんとか、なんとかくるめて。あー、オッケー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 。天才か。40に来た。途中でこれ、レベルアップしたりすんのか。ピンチを救うレベルアップじゃん、これ。ピンチを救うぞ、これは。俺のピンチを救う。まさしく。しかも、カメックスは、ねえねえねえ、ダメージエグいけど、やばい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 。いや、これだから、マイナンの、痺れでいけるから、もうちょっと、もうちょっと溜めた方がよかったかもしんないけど、まあ、いけるでしょう。オッケー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 。うわ、12もでも食らっちゃってるよ。せっかく回復したのに。強力な水流を勢いよく発射して攻撃する。オッケーオッケーオッケー。どうしてポケモンのためそんなに頑張れるの？ポケモンってただの道具よ。道具なんて使い捨てなのに。どうやらボスの準備はできたよね。我々ゴーゴー団の本当の凄さを見てきたら。なんでこういう、こう思う人間がいるんだろうね。ポケモン道具だと。ここを登れば神殿の頂上。ついにゴーゴー団のボスラゴを追い詰めたわ。ノッツォ、ここの準備は OK？ セーブしてきます。そうよね。セーブしないといけないわね。もうラスボスってことやね、つまりはね。行きましょう。うーわとんでもねえやつがいる。エンテイ、スイ君、ライゴー。ふふふふふ。伝説のポケモンが目の前にいることに、ひどく驚いているようだが、確か、ノッツオ君と言ったかな。招待状を送ることはしなかったが、君たちこそは私のソロコンサートの大切なゲストなのだよ。ライコ、ようこそ若きポケモンレンジャー。まもなく素晴らしいショータイムが始まる。その特等席で心ゆくまで楽しむがよい。ふわははははは。このマシンを見たまえ。今日この時のために私が作り上げた究極のマシンだ。これこそがあのシンバラでさえも作ることのできない夢のスタイラーなのだ。私がこのスタイラーでひとたびメロディーを奏でると、そのバイブレーションがあらゆるポケモンから自由を奪い去ってしまう。つまりどんなポケモンだろうが我々の思うままに操ることができるようになる。たとえそれがキャプチャーがほとんど不可能とされている伝説のポケモンであろうとも。怖っ。ポケモンスリープのライコめっちゃ可愛いのにね。私は今からこのスタイラーを使って、ここにいる3匹の伝説のポケモンを操り、嵐を、雷を、炎を呼び起こそう。それはつまりフィオレ地方に3種類の災いが襲いかかるということだ。そしてその災いを鎮めるのは君たち、ポケモンレンジャーではなく、我々ゴーゴー団の役目というわけなのだ。捕まえておいたポケモンの力を利用すれば、それはたやすいことだろう。さて、ところで、恐ろしい災いを沈めたゴーゴー団は人々から何と呼ばれるかわかるか？私たちの救世主だ。つまり、新しい時代の全てのレンジャー活動は君たちに代わって、我々ゴーゴー団が引き受けることになる。救世主、ゴーゴー団による新しい支配のスタート。なんだ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 。ポケモンを悪者扱いにして、お前正義になるつもりか？その記念すべき瞬間に君たちは立ち会えるのが、心から喜びたまえ。ふわはははははは。思い上がりもいい加減にして、ポケモン自由を奪う？それはキャプチャーとは全然違う。ポケモンを苦しめて言うことを聞かそうという、ただの暴力じゃないの。はっはっは、なかなか威勢がいいな。ポケモンが苦しがるかどうか、試しに君たちのプラスルとマイナンを、いや、それはやめておこう。そいつらのような役立たずのポケモンをキャプチャーしたところで、時間の無駄だというものだ。まい、めっちゃ怒ってる。こりゃお前怒るよな。どれだけお前この数々のポケモンキャプチャーしたと思ってんだ、このマイナンで。プラスのマイナーも役立たずなんかじゃない。はっはっは。まあ確かに愛嬌だけはあるようだな。そんなことよりもそろそろショータイムを始めようとしよう。まずはライコ。
思う存分暴れるがよい。この日和の空をお前が呼び覚ます稲妻で覆い尽くしてしまいなさい。これポケモン捕まえてきた方がよかったのかな。ライコは苦しそう。ノツを何とかしてあげられない？早いんだろう、お前も。早そうだもんな。電気まとってます。ちょっと待って、俺の使えるポケモンブラッキーこれあれだな、地面いたら余裕であれしちゃうってことか。こいつも猫ポケモン、猫ポケモンちょっと待って、足悪でなんとかならん。暗闇だブラッキー。スタイラのエネルギーを6使ってキャプチャーラインが2倍の長さになった。それだけなの？エネルギー使ってそれだけなの？ちょっと全然キャプチャーできないんですけど、全然当たるんですけど。ちょっとね、これキリンかよこいつ歩いたところに雷落とすって全然キャプチャーできないだけもちろんだけどさ、じゃ、まあ、ちょ、死ぬ。一回死ぬ。ごめん。捕まえてくる。はい、よし。捕まえてきた。上からね、ブラッキー、ライチュ、シャワーズ、ゴローニャ、ゴローニャ、ジュプトル。これが、俺のアベンジャーズ。まあ、ライチュはもう今から使うんですけども、シャワーズ。シャワーズはもう最後の炎帝用で、ゴローニャは、まあ、雷光用。で、ジュプトルは水君用って感じでございます。まあ、水君は水タイプなんで、マイナンの痺れも効くと思うんで、そこは心配してないと。まあ、あと、雷光、エンテは一回キャプチャーしてる感じだと、まあ、泡にくるめたら、まあ、一瞬で、ね、捕まるんじゃねえかなというふうに思うんで、多分これでいけると思う。ということで、行きましょう。オッケー。捕まえてやるからな、雷光。お前はサンダース同様に、ゴローニャで、ゴローニャで沈めてやるぜ。でも歩くたびにあれするのはちょっとね。あれこいつ岩タイプだっけ？あ、やべ岩タイプ。あれ俺、ドンハンかと思って。あれしてきた。あ、ドンハンが、あれか。でもいけるー、ナイスあれ、ゴローニャって、あ、そっか、じゃ地面はドンハンか。何を勘違いしとんねん、俺は。電気を身にまとい、素早く動きながら雷を落とす伝説のポケモンだ。まあ、キャプチャーできたからよしと。まあ、岩だからもうエンテム盤石って感じだな、じゃあ。コシャクラまでよ。だが次はそうはいかないぞ。三剣をね、全員キャプチャーしてね。このさ、でもエンテがどう生まれたかわかるけど、スイ君とライコ、どこにいたの？その話ないよね。だからもったいない。思う存分暴れるがよい。このフィオレの大地をお前が巻き起こす嵐で水浸しにしてしまいなさい。なんか壊れかけてるぞ。このままじゃスイ君が悪者になってしまう。ノッツをスイ君を助けてあげて。最大火力マイナーいっちゃう？最大火力マイナーいっちゃう？なんかもう、こいつみたいな感じのエフェクトで出てましたけど大丈夫ですか？簡単っすけど。スイ君さん分身してもなんかこの効果抜群みたいな。出てるから、どれが本物か分かっちゃうっていうね。分身して素早く動くので、本当の姿を見た者はいないと言われる。俺、ライクを先にさ、置いたのはさ、俺、マイナンでキャプチャーしな、させないようにって感じなんじゃないかな。ここ突破すれば、だって、マイナンで楽勝だもんな。なぜそうまでしてじゃ、私の邪魔をする。まあいいだろう。めちゃくちゃ怒ってるわ。君がいくら私のポケモンをリリースしようとも、このパワースタイラーがここにある限り、簡単に何でもあいつらを、何度でも あいつらを呼び戻すことができるのだからな。とはいえ、まだここに一番頼りになるエンテイが残っている。いや、俺キャプチャーしたことあるんだぜ、それ。あれプラスウッドマイナンが、伝説のポケモンエンテイ。こいつが、舞い上がる炎をこのフィオレの全てを焼き尽くしてしまうほどだ。雷光と水君を呼び戻すまで、までもないだろう。プラスルマイナン？ははプラスルマイナン？ははは。役立たずって言われたからな。その仕返しだよな。
な、何をしておる。やめれ。それに触るんじゃない。いや、お前が役立たずとか言うから、このポケモンども、鍵盤に乗るんじゃない。見て、スタイラーから煙が。あ。ナイス。ナイス。あれ、エンテイは大丈夫なの？あ、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 あ。ノッツォ、エンテイが、ラゴー。や、やめろ、エンテイ。私はお前のご主人様だぞ。どうすんの、それ。ノッツォ、ラゴーを助けてあげて。まあ、どんな悪者でもな。ってことやな。それを助けるのがレンジャーだからな。かっちょいい BGM。なんか、ちょっと待って。こんな柱みたいなのあったっけ？エンテ覚醒かこれ。いやこれ、火の粉みたいな、出てるけど。あ、そうか。あ、この火の粉みたいな払わないと。ちょっと待って、死ぬ。死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ。あ、今キャプチャーできる。あ、いや、ちょっと待って。早いし。ちょっと待って。無理無理。柱がある。柱があるんやって。あ、まあでも岩タイプでいけるか。あ、でも充電できる。ちょっと充電しよう。あ、待て待て待て。使う順番間違えた。もう何しとんね。なんか火の粉みたいなまとってたね。エンテ。お前。あの時のエンテ。お前し、もう怒り狂ってんだな。うわ、使う順番間違えた。まあ、痺れるからいいか。これでキャプチャーできねえかな。無理か。さすがに。火炎放射かなんかわかんないけど。これちょっと。うわ、まあ、最悪だ。そうか。まとってるからな。いえ、これさ、いけたっしょ。いや、こんなんと思ってなかった。こんなんと思ってなかったんだ、お前を。一番むずいじゃねえか。今、一番むずいっていうか、まあ、一番むずくさせてるのは、もう俺自身なんだけどな。もっと簡単に済んでたはずなんだ、こいつは。やることねえな。もうマイナンの最大火力まで貯めるしかねえな、これな。それしか方法はないんだ。きたー全部溜まったぞこれで、行くしかねえ。最大火力。結局は、マイナンしか信じる者はいなかった。いやーいけそうだったのにきたー今度こそマイナンでキャプチャーしてやるぞ、お前を。来い。きてーい！よし、三度目の正直。俺は役立たずだと言ったあいつマイナンをでキャプチャーしたいんだ。意地でもな。いやもう。さあ終わりにしよう。もうちょっと爪が甘すぎるよ、俺が。俺の爪が甘い。こっからちょっと反応が悪くなってるけど。もうさあ行こうか。もうダメージ的にもこれ食らったら終わりだし、もうもしこれで無理だったらもう死んでやり直すしかねえんだけど、行くぞ。行けーいやー、何回目かでも行けたと思ったんだけど、こいつよしよしよし。俺はさ、意地でもマイナンでやりたかったんだ。まあ、本当は楽できるんだったらね、水、泡くるめて、キャプチャーしたかったけど、でも結局、使えるポケモンが、もうマイナンだけだったからさ、ジュプトルは絶対無理だし。やっぱラゴーにバカにされたからね、マイナン。そんなバカにされたポケモンでキャプチャーしてやったわ。俺のマイナンは役立たずじゃねえってことを証明した。無事だったんですね。リーダー、私たちは、ポケモンたちや私たちの、敵であるラゴーに、どういうわけか救いの手を差し伸べて、
それでいいんだ。うん、それでいい。困ってる人のためにできる限りのことをする。それこそがレンジャーというものだ。ああ出てきた。どっから出てきたんや、お前。頑張ってましたよ、みたいな。その、中国の、どうやってやってんの?さよなら。伝説のポケモンたち。あ、いけない。リーダー、ラグオーのやつを追いかけて捕まえてこなくっちゃ。人間を捕まえる?ひなた、それはレンジャーの仕事じゃないよ。彼にもわかる時が来る。私たちはそれを信じよう。それより二人とも、それにプラスするとマイナン、怪我はないだろうな。私のことなら心配はいらない。あの後、すぐにジョーが駆けつけてくれて、二人で昔のようにスーパーヒーローさ。あははは。そんなスーパーヒーローのリーダーに報告します。今回のミッションは、ノッツォがこれまで以上の大活躍でした。それにこの、プラスルとマイナンがとっても役に立ってくれて、なんならパワースタイラー壊してくれたからね。まあいまあい。まあそのおかげで、まあ怒り狂ったエンテイとの VS だったわけで、ちょっと強かったな。でもあれだ、死なずにクリアできたのよかったわ。プラスルマイナンありがとう。さあ、ここを後にしてレンジャーベースに戻ろう。教授にも早くみんなの元気な顔を見せてあげたいしな。そっか。ハヤテはあの爆発の後、みんなに顔見せてないから。お!まさかゴーゴー団のボスがラゴー君だったとはな。まったくわからん。なぜそうなってしまったのだ。若い頃は机を並べて同じ研究に取り組んだ仲間同士だったじゃないか。やっぱ旧友なんだ。うわははは。仲間同士だと。生ぬるいことを言うな。お前のおかげで私の研究はいつだって2番手だった。いつの間にかお前はレンジャーユニオンの技術最高顧問。私の研究は日の目を見ることはなかった。私はいつかお前の花を明かしてやろうとずっと準備をしていた。しかし、その野望もたった今ついえてしまったよ。お前の大事なレンジャーたちによってな。なあ、シンバラよ。お前に負けてばかりのこの惨めな私を、笑いたければ笑うがいい。ラゴー君、ゴーゴー団なんぞはパパッと解散させてしまって、うちの研究所で一緒にやらないか。君の才能は必ず人々の役に立つ。どうだろう、ラゴー君。シンバラよ。私にそれができると思うか。君は相変わらずだな。ラゴー君、君はどこへ行こうとしておるのじゃ。わしはいつだって研究所で待っておるぞ。教授、ミッションは完了です。やっぱりスタイラーは教授の作ったものが最高ですね。シンバラ教授、心配のあまりここまでお一人で。でももうご安心してください。彼らは若きレンジャーたちがフィオレの平和を守ってくれましたよ。どうだ、お前たち、疲れたか?プラスルとマイナン、腹は減ってないか?ノッツォもヒナタも、顔を泥だらけだし、制服もボロボロだな。思えばノッツォ、君がフォルシティの港にやってきたあの日、真っ白い顔をして、真新しい制服が本当に似合っていなかった。それが今では何というか、見違えるようだ。ノッツォ、たくましくなったな。レンジャーであることに誇りを持って、これからも頑張ってくれ。ミッションクリア!いやー、プラスルもマイナーもよう頑張ったわ。さあみんな、我々のレンジャーベースに帰るとしよう。我々の家に。おお、みんなが。みんなが。キャーレンジャーさんどうもありがとう。感謝してるよ、あんたたちのおかげだ。あんたらが心配で、町からすっ飛んできたんだよ。おばさん。絶対にやってくれると思ってたんだ。あれ、先輩もいるな。いいよ、ノッツォちゃん。いや、すごい。ほんとすごいよ。あ、関根さんも。お兄ちゃんかっこいい。お姉ちゃん素敵。今来たよ。迎えに来たよ。おーい、こっち向いて。先輩っすね。ムッキー、覚えてくれてるか?俺、高校団辞めたんだよ。元下っ端。あ、こいつ、ニョロトロのやつか。ありがとう、ポケモンレンジャー。ニョロトロのやつ、
まさかやめてるとは。謝りに行けよ、絶対に、あいつに。ポンプだっけ。まずはお前がポンプに謝ったら、許してやろう。いやいやいや。終わっちまうのか、ポケモンレンジャー。楽しかったなぁ。エンディングだ。これ上画面の方に映像流れてんのか、どういう風にしよっかな。エンディングだけはなんか同じ画角で見たいような気もすんな。まあその辺はちょっと工夫しながらちょっとやりたいなとはいう風に思うんですけども。いろんなことがあったよね。始まりは確かに、もう初めましてというかね、赤ちゃんみたいなもんだったが俺は。今じゃもう、ボーボーですわ。あちらこちらボーボーなんで。え、なにこれ。なんだこのコロシアムみたいな。知らん。知らんそれ。行ったこともねえわ、そんな。これねー。この先気になったのにね、結局行けなかったからな。あれ、海洋画。海洋画の影みたいなのあるぞ。ラプラス乗ってて海洋画。うわ !4 兄弟も成功してんのかな。ポケモンレンジャー、ズイ、エンド。ノッツオの大活躍でゴーゴー団は壊滅した。伝説のポケモンのキャプチャーは本当に見事だったぞ。君はもう誰もが認めるポケモンレンジャーだ。今まではその土地に住むポケモンを他の場所に連れてはいけなかったが、これからはどのポケモンを自由に連れて歩くことを私は許可しよう。おお。よその土地に住むポケモンをリリースしたときは、そのポケモンはどうなるのかという心配もあるだろう。その点は大丈夫だ。君ほどのレンジャーであれば、おかわりという気持ちを込めてリリースするだけで、どんなに遠いところでもポケモンは住んでいた場所に帰っていくはずだ。本当かよ。めちゃくちゃ都合がいいな。なるほどね。この能力を得ることで、今まで行けなかったところに行けるようになると。いいか、ノッツォ。これで今まで以上のレンジャー活動ができるようになるだろう。これからは君自身の判断でいろいろなエリアを回ってみるといい。そして、積極的にポケモンをキャプチャーすることで、君の腕はさらに磨かれる。もちろんそれだけ責任も重くなるが、どうだ?なんだかうずうずしてこないか。はい!そうだ、それでこそポケモンレンジャーだ。お、教授。みんな元気じゃったか?ノッツオ君、実はお前さんに頼みがある。今出来上がったばかりのスタイラの機能があるんじゃが、それのモニターになってくれんか?え、いいんすか?おお、協力してくれるか、ノッツオ君、ありがとう。では、お前さんのスタイラーをちょっと借りるよ。強化してくれんの。ここをこうして、こっちをちょちょいでちょい、こいつをつなげて、ほいってきた。はは、簡単そうだけど。ノッツオ君、お前さんのスタイラーを返すよ。やった、教授から新しくなったスタイラーをもらった。ん?でも、どこが新しいのかな?では、どこが新しくなったか簡単に説明しよう。今、追加した機能は、レンジャーレコードといってな、今までキャプチャしたポケモンの数や、歩いた歩数などを見ることができるんじゃ。何々どうすれば見れるのかって?やり方は簡単、メニューを開いて、レコードをタッチじゃ。これでいつでも自分のレンジャー活動の歩みを見ることができるぞ。なるほど、教授。それは便利な機能ですね。自分の今までの行動を見ることができれば、レンジャー活動にも活かせます。あえての言う通り、ぜひそうなってほしいもんじゃ。うまくいけばすべてのスタイラにこの機能を追加していこうと思っているんじゃ。まずはノッツオ君にいろいろ試してもらおう。それじゃあノッツオ君、あとはよろしく頼んだぞ。ま、特別意識しないで、普段通り行動してくれればそれでいいんじゃ。それではみんなごきげんよう。ホルシティに来ることがあったら研究所の方にも遊びに来てくれ。ノッツオ、いいものをもらったな。それだけ教授が君に期待してるってことだ。レンジャーの道に終わりはない。
この道は長く険しいが一緒に歩んでいこう。よれ、神殿のミッションで感動したことがあるの。ほら、あの時突然、プラスとマイナンが演奏を始めたでしょ？私をプラスとノッツォのマイナンが、オルガンの鍵盤の上で、まるで、双子みたいに息をぴったり合わせちゃって。あの時2匹の気持ちは完全に通じ合ってたよね。え？ノッツォとプラスの気持ちが通じ合って一つになった？プラスのデータ、おー！キャプチャーの時電気機器を放って相手の動きを止めてくれる。え、ノッツォも私もたくさんのレンジャーと友達になれたね。他の街のみんなは今頃どうしてるのかな？一度会いに行きたいよね。これでプラスルの図鑑登録ができるようになったと。あ、これだ、レコード。歩いた歩数、話しかけた回数、ターゲット調べた回数、キャプチャーの回数。429も。図鑑みたいなのどうやって見んだっけ？図鑑は見れないのか。図鑑は見れないのかな。辞典ブラウザー、ブラウザーで見れんのか。あ、ウツボットもまだだな。あ、メガニウムまだか。ヤドン捕まえたことだ。ヤドンどっかにいるのか、じゃあ。そっか。爆粉もいね。七人、結果人と抜け人かな？鬼ドリル。ドードリオ、鬼ドリル。この辺は、まあ、調べながら、やるしかねえかな。ダグドリオそうか、捕まえてない。お前な、あ、マイナンは、まあ、さっき。じゃ、プラスルはさっきか。登録してくれたんだ。アリゲーツを疑う、オーダイル、ゼニガメ、カメールもまだ捕まえてない。こう見ると、全然捕まえてねえな。ラッタコラッタ。ここなんだろう。わかんねえな。あ、タッツもまだ、スターミンもまだ、オクタン。キバニアサメ肌。うわぁ、これ埋めないといけないのか。なかなか大変だけど。まあ、やりがいはあるわな。ボーマンダは、そっか。試練で捕まえたもんな。ドゴーム爆音具ってことか。メタング、メタグロス。ニューラ、でもマニューラではないよね、これね。あー。オッケー。204まであると。はい、ということで、とりあえず一旦ここでね、ストーリーは終わりました。で、図鑑埋めをね、次回以降していきたいなというふうに思いますんで、まあ、ストーリーじゃないからあれかもしんないけど、図鑑埋め頑張っていきたいなと。まあ、その辺ちょっといろいろとネットで調べます。はい。ネットで調べて図鑑埋めたいなというふうに思いますんで。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。どうでしょう。